久保さんなんか、速化宿セールスするみたいじゃないですか <laughs>。いや、僕も大々的にやりますよ。今後40万値上げしますからね。でね、さっきね、あの、ドリアカの講義の方を新しく追加して、まあ、あと2つ追加するのか。まあ、毎月ね、もう、あの、バージョンアップしてるんですけど、まあ、今回、その、続けるっていうことですね。だから、やっぱ、その、なんだろうな。 塾の上に関しても、まあ、情報発信にしても何でもそうなんですけど、多分、まあ、久保さん、総か塾ね、7年目か8年目かあれですけど、ずっと塾をね、続けるっていうことすらみんなできないですよね、これも。<laughs> 売って終わりみたいな <laughs>。うん。で、これね、続けた結果どうなったかっていうと、まあ、久保さんもそうだと思いますけど、続ければ続けるほど稼げるんですよ。 うん結局そこに信頼がたまるし、てか信頼がそこに、まあビジネスで最も重要な信頼がそこにたまるんで、でもその信頼を作るのってめっちゃ難しいんですよ。だけど信頼を作る方法って簡単で続けるだけなんですよ。でも続けることは難しいと思ってる人いると思うんですけど、続けるって今日やるだけなんですよ。いや僕もね、あと22年間講義追加しないといけないかと思うと、 ああってなる部分あるんですけど、ただ、4年続けた理由、続けられてずっと講義をアップデートできた理由は、あ、今月も追加したな。今月終わらせてして、今月も追加したな。今月も追加したな。今月も追加したな。その繰り返しなんですよ。で、結果的にそれ見ると続いてるんですよね。だから、今目の前のことをやるだけなんですよ。わかりますいきなり1000やれって言ってないんですよ。単純に1やればいいんですよ。 で、1やって続ければ1000になるんで。だけど、その1、日々のこの1を怠るってことですよね <laughs>。申し訳ないですけど、その日々の1ができないんだったら、1000は無理ですよ。だって日々の1ができない人はどうやって1000クリアするんですか申し訳ないですけど、魔法はないですよ。人間の成長において。いきなりね、生まれた赤ちゃんがね、いきなり生まれた赤ちゃんがいきなりね、なんかだ、 博士号になれますす言ってるんですよこ人間の成長のプロセスでも身長もそうですけど徐々に身長も大きくなるし徐々に学びもなんかいろんな違う学びになるだろうしこんなのはもう当たり前なんですよでこの当たり前の常識当たり前のステップアップが変わるときは来ますじゃあこれ変わるときって何かっていうと人間の脳に CPU を入れる時代になったときですこれは変わると思います いきなり CPU 入れて、例えば赤ちゃんに CPU 入れ、もし入れるとするならば、もう普通に言語喋れるみたいな。っていう時代が来るかもしれないです。でもこれ来たらもう、マインドセットもいらないし、何もいらないですよ。だからマインドセットとか考え方も、成功する考え方をただチップに入れて入れればもうそのままなんですよ。<laughs> でもその時代は申し訳ないんですけど、多分僕が生きてる間は来ないですね。多分100年後か200年後か300年後ぐらいになると思います。 の倫理的にどうなんだっていう問題も出てくるんでだから今を生きてる僕たちは今,今生きてるんで今のロジックでまあいかないといけない部分あるわけですようんまあ絶対僕のこれは予想ですけど確実に来ますよだってあの人間っていかにその短縮するのかとかいかに楽するのかとかいかに生活を便利にするのかっていう話で突き詰めてずっとそのテクノロジーが進化してるわけですよであるならば あの映画とかでもありますけどそもそも病気になる前にねがんとかがん細胞とかもそうなんですけどなんかよくドラマとかでもねもう手遅れですみたいないや手遅れの前にもうこんなちっちゃい時に発見できてしやればもう余裕なんですよじゃあこんなちっちゃい時に発見するためにもうナノテクノロジーかなんかの機械をねあのこ,こういうなん,かそのなんか入れることによって勝手にそのチップがねその病気を判断してくれて あのもう修理しに行くみたいなねだそういうのも多分できるでしょうただこれもあの病院との絡みあとなんだ,なんだ医薬品売ってる会社との絡みせあの経済の絡みがあるのでこれがもしできちゃったら病院いらなくなっちゃうし薬作ってる会社全部倒産しちゃうんでだからこれもね結構その難しい部分はあるわけですようんそうだから 難しいっすね。<laughs> だからそんなね、そのちょっと遠すぎる未来のことを考えても仕方ないんで、今を生きてるわけですから、今で、今を生きるんであるならば、自分をステップアップするしかないですね。日々積み上げて。1をやると。1でいいんです。じゃあ1ができなかったら0.1でいいんですよ。0.1もできないですかみたいな。1が、じゃあ仮に1できなかったら0.1でいいですよ。じゃあ0.1もできないんだったら0.01を積み上げればいいんですよ。単純に。 僕の思想の中で、あの、1億円稼ぐ方法、あ、これ1億円稼ぐ方法にしようか。テーマ。1億円稼ぐ方法で、あの、1年に、1年に一円だけ僕に入る仕組みを作りたいんですよ。最終的に、最終極論として。だから動画も大量にアップロードしてるのも、実はそういうこともあるんですけど、1年に1円だけでいいんです。だけど、それ1億人いたら、ね、1億人いたら、1億円なんです。 でも、一人からもらうお金は1円なんですよ。やばないですかこれ。仮に僕が動画1億本アップロードして、その動画が1年に1円でも稼いでくれたら、もう1億円です。広告収入だけで。っていう、僕はあるんですよ。だから、そういう、その、なんだあ、考えベースもあるので、動画の大量にアップロードできるっていうのもあるんです。まあ、いろいろ要素はありますけどね。まあ、そういう考え方もいろんな要素はあると。その要素の中で、えー、なんだ、 一年間に、一年間に一円だけもらうと。うん。一人当たりは一円です。何の板でもないですよね。まあ商品一円でもいいですよ。まあ商品でもいいんですけど。一円って板であります一円に一円ですよ。何の板でもないですよね。でもそれ一億人いれば一億なんです。余裕じゃないですか。一年に一億あったら全然余裕ですよね。もう早 <laughs> どんだけ毎日キャバクラ行くねんっつってね。話で <laughs>。どんだけ、 高い腕時計買うねんみたいなね。まあ高い腕時計だったら5本ぐらいですかね。わかんないですけど何千万っていう時計あるんで、もう時計僕興味ないですから。あ、車も高いやつだったらいっぱいあるか。まあ、そんなんでいらないですね。普通の生活でいいんで。普通の生活してて1億円あれば十分じゃないですか。1円に1億あったら。10年で10億でしょ ?20 年で20億じゃないですか。どうすか。毎年車買うんかって話で。 いらんでしょう。う車何千台買った気が済むねんっていうね。フェラーリ何千台買った気が済むねんって話で。いらんくねみたいな。うん、まあいいや。はい。1億円稼ぐ方法になります。いってらっしゃい。